よさこい大見商人さんに登場していただきます。どうぞ。はい、今ご紹介いただきました大見商人です。皆さんおはようございます。こんにちはかなはい、ありがとうございます。ちょっとですね、今お話ありました通りステージの上でできない関係でちょっと道路、前も使わせていただきます。ちょっと、少し狭めの感じに奥行きになってしまいますが、いろいろ180度どこから見ていただいてもいいんですけど、前空いておりますので、ぜひぜひ前からも見てください。よろしくお願いいたします。そうだね、もうちょっと全体的にこのステージを中心に広がろうか、はい。さあ、小降りで雨が降っておりますが、雨を吹っ飛ばす勢いで踊って、いいイベントになるように盛り上げてまいりたいと思います。まずは大見商人、みんなで、踊れる子どもたちも多いので、元気な曲「ハレルヤ」という曲を踊らせていただきたいと思います。みんな準備大丈夫かな？ OK？Okay、じゃあ早速参りましょう。ハレルヤミュージックスタート。さあ皆さん、お手拍子よろしくお願いします。
ます。1曲目ハレルヤでした。そうですね、雨が止んでくるといいなというところで、ちょっと元気づいてきたかな。さあそのままですが、2曲目の準備を踊り子さんはしてくださいね。はい、私たち大見商人、近江の、アキンド、近江商人の商売の商、笑顔の、笑うという字に変えて、チーム名として活動しております。私たちの踊り、これから踊る踊りはですね、オリジナルの曲になっております。この曲は、先ほど申した、商売のアキンドの近江商人の、物語を一つ曲にしてみ、ました。ぜひぜひ、滋賀県の近江商人の、商売に対する思い、商売を盛り上げて、街を元気にする、思いを、感じ取ってもらえたらなと思います。見ていただいたように大きな旗も舞いますので、合わせて一緒にですね、楽しんでもらえたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、準備はいいかな、大丈夫。それでは改めまして、大見商人によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあご覧に入れましょう、我ら大見商人、笑顔の商い。
はじめ歩むというタイトル、近江商人の、開拓魂の初めの一歩、はじめ歩むを、表現したものになります。いかがでしたでしょうか。よさこいの大事なもの、鳴子、皆さんご存知ですか。一個もらおうかな。で、カタカタカタ、みんな見えるかな。遠くでも音で聞こえると思います。これ鳴子って言います。よさこいは鳴子、持って踊るのが基本的な、ルールになっているものが多いです。まあ自由ではあるんですけども、この鳴子の音色がやっぱりお祭りとして盛り上げるのに大事なものになっています。次はですね、この鳴子を使って、いっぱい盛り上げていきたいと思います。続いて踊るのは福の神という踊りです。ぜひこの、手ごとらのイベント、歌唱会、皆さんに福が舞い降りますようにという気持ちを込めて、精一杯踊ってみたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、行きたいと思います。よ、日本全国福の神ミュージックサポート。ほっ、さあ福の神来たるというような口声をたくさん言いますので、皆さんご一緒にご唱和ください。ほっ、さあさあさあ、ほっ、せーの、日本全国福の神。ほっ、せーの、日本全国福の神。福の神。
皆さんどうです？寒いですかね？動いてないと寒いかな？ちょっと体乗ってきたらぜひぜひ揺れて動いて手拍子して温まって、お昼ご飯持ってってもらったらいいかなと思いますが、最後近江商人ラスト1曲、締めに踊りたいと思います。ぜひぜひ最後ですね、せっかく天気も良くなってきて、あ、ちょっと雰囲気も乗ってきたところなんで、ぜひ皆さんお手拍子だけでも参加して最後ですね、体温まって、午後を楽しんでもらえたらと思います。最後にウラジャー音頭というものを踊ります。ちょっとだけぜひぜひ乗ってほしいところだけ説明させてもらいますね、お手拍子、お手を拝借いらっしゃる、トトンガトン、トトンガトン、ぜひここの手拍子だけでもご参加いただいて、遠くの方もぜひぜひトトンガトン、トトンガトン、いかない一人でもやっていただけると嬉しいです。これだけでも全然構いませんので、曲楽しんでまいりましょう。最後に1曲ウラジャー音頭で、締めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さん準備いいかな。さあウラジャー音頭ミュージックスタート。動いてってくださいね。
よく盛り上がっていきますように記念いたします。さあ、みんな終わりよ、ありがとう、イエーイ。さあ、こちら踊っていただいてありがとうございます。みんな拍手、イエーイ、ありがとうございます。ちょっと体揺らしてもらったり一緒に動いてもらって大変、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。踊り子集合、ありがとう。さあ、近江商人、演舞これで、4曲、全て最後になります。無事ですね、雨も上がりまして、ちょっとほっこりしてきたところかなと思います。この後午後からのイベントですね、ますます盛り上がりますように、お祈りいたします。私たちもこのトラックを前にして踊らさせてもらってとても楽しかったです。またお見かけした際にはぜひぜひ一緒に踊ってくださいね。最後に、皆さんお礼言いましょうか。はい、皆さんってことが、見ていただいたお客様、また、運営していただいている皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、歌唱会でね、やっていただきました。今一度、よさこい近江商人さんに大きな拍手お願いします。ありがとうございました。